して。こんばんは。やっほー。ランマです。フフ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 。これはウイルスにやられてますね。ウイルスが私をまだ何ですか？明後日の公演で全員ツインテールにするみたいな、何ですかそれ。誰が言い出したんですか。いや私は、私がそんなのに従うと思ってるんですか。私がそんなのに従うと思ってるの。私が従うわけないじゃないですか。待って、今何時？あれ今日って月曜日？やばいやばい。あれ？え、サッコイサレディオは？あれ？ちょっと待って、今やばい？あ、待って、今日火曜日だった。で今日火曜日だった、すいません。病み上がりだからみんな優しくして。え？今日火曜日だって？なんだって？あなたのアイドルサインはピーチュ。そうそう、そうだよ、病み上がりなんだから。見上がりの子が月曜日と火曜日間違えたからってそんなに言わなくてもいいじゃないですか。ザー、見上がりおめでとう、ありがとう。インキャピース。なんだっけ、何の話しようと思ったの。なんだよ、どうしたのカエリちゃん。急にカエリちゃんのことなら全員ザリガニヘアでとかって、そこまでね踏み切ったこと言うと思いましたけど、なんかみんな可愛いツインテールを、私はねそんなことしないですけどね。私はもう2本じゃ足りない、3本4本とね紡いでいくんで。雨降ってる、めっちゃ。エビフライですか？違います。いや、もう熱はないよ。熱なんてもうねないんですよ。一日で下がった熱は。だからね、ちょっと疲れてたんだと思う、それだけ。もう軽かった、とっても。だからでも風邪をひくのが本当に久しぶりだったから、シンプルに風邪っていうのが久しぶりで、その
なんか風邪をひいた時の感覚をなんか忘れてしまっている自分がいて、そうなんですよ。それでなんかあやばいのかな、やばいのかな、やばいのかな、やばーいみたいな、いやそのなんかいつもでしょみたいな、いつも結構体調がさこうよく優れないことあるんだよねみたいな方からしたらさ、そのすぐ症状がこれここが今悪いんだなとか分かるんだろうけど、私はそのありがたいことに健康体質というかそんなに普段から体調が悪かったりとかする部分があるわけじゃないので、そのなんかたまに来る時にめっちゃ焦っちゃって、えもう私明日生きてるみたいな、ね、すごい雨降ってる、外がめっちゃ豪雨、どうしよう、怖っ、えめっちゃ降ってるよ、聞こえる、風とかこの家揺れるんじゃない、すごい怖っ、東京は降ってないよ、あそうなの、新潟めっちゃ降ってるんだけど、音すごい、あちょっと静まった、怖い、はるかね雷とか怖い人なんだえ怖くない雷ってもういい大人の年になってしまっているんですけれども、雷はちょっと怖い怖くない、だってさ、だって雷落ちてきたらやばいじゃん、雷音も怖いし、無理無理無理、布団の中に入ってる、え怖い怖い、雷神秘的で好きって言ってる人いる、うわ雷小僧って呼んでやる車の中にいれば安全な、そうなの、本当そうなの、知らんかった、おへそ取られる、そうだよおへそ取られるよ、雷落ちたの、えやばい、やばくない、建物に避難します、あそうだよね、え今雷が落ちるの想像しちゃってめっちゃ怖っ、雷ね気をつけましょう、気をつけようがないかもしれないけど、まあ最善の最新の発見されてる知恵をフルに使って雷から身を守りましょう。ええ何の話しようとしてたんだっけな、なんか話そうと思ってたことあったんだけど、すっかり始めたらねすぐ忘れちゃうんですよ。28歳だけど雷怖い、私は27歳なのですが雷怖い、同じだね、ハートありがとうございます。そうそうだ、今日ね朝ふと思い立って友達になんか連絡しました、久しぶりみたいないやなんかでもふと思い出した同級生の子がいて、あの子何してるんだろうなって思って、あの子って何してるんだろうねってふと思ったんだよねって LINE をしたら秒で帰ってきて、そこからしばらくLINE をしてて、普通に新潟にいる子なんだけど、そうすぐに LINE が返ってきて、久しぶりに話して満足満足っていう気持ちになったよっていう話、よかった。もうその子もなんかもう大学生をしていて、すごい大学をエンジョイしてるっぽいんですよね。
そう、いやなんか周りの近況とか聞いとかないとなんか社会から置いてきぼりにされる気がして一応こう同級生が今ね何してるのかも気になるし聞いてみようって青とも昨日 LINE してた。あ、そう、青と昨日 LINE した話を昨日のショールームでしようと思ってたけど昨日のショールーム30分しかしなかったからなんかあっという間に時間が終わってしまってなんかね昨日そうだショールーム終わる直前までマリナさんからはるかって呼ばれて嬉しかったですみたいな話をなんか結構ハイテンションで話してブチッと切れた。配信が12時になったので悲しい。あの後話し足りなくって一人で喋ってた。怖なんかね違うのよ。なんかすごい最近テンションが高いの。なんかいいこと、とってもいいことね。えやっぱりって言われてる。そうそう怖違うじゃん。だってみんなが聞いてくれなかったんだよ。配信が切れたからみんなが聞いてくれなかったんだよ。私は話してるのにえ、でも LINE で遥かって呼んでくれたけど普通に私 X でマリナさんのお誕生日ポストにリプはリプなの？リポートが言う。リポストはあれだよね。リツイートかリポストで。リプは？何になったの？ポスト。ポスト、リポスト。引用リポストですか？ポスト、リツイートがリポスト、リプは？ポストかになる。何だろう。ポス。あ、リプはリプなの。リプはリプなんだ。そうだよね。リプしてそれのリプにもはるかが「まあ皆さんお誕生日おめでとうございます」ってリプしたんですけど、そしたら「はーるかありがとう」って返ってきて。見たかファンの皆さん見たか見たか。そうみんなの前ではるかって呼ばれたからね。嬉しい。嬉しかったです。マリナさんお誕生日おめでとうございます。今後ともよろしくお願いします。お世話になります。マリナさんの目大きい大きい。となんだろうなんだろうって言わないでほしいよね。考えてる時に、次話すこと考える時になんだろうって言っちゃう。青は元気だよ。なんか最近おしゃべり会とかに青のファンの方とかが来てくださったな、そういえば。でなんかありがとうねって伝えてくださる方もいて、いやこちらこそです、あおちゃん元気って、元気だよって。そうなんか本当にね本当に元気です
どうやって来るの？ん？ファンの人が？おしゃべり会とかで。オンラインもオフラインもあるので、おしゃべり会とかで来てくれて。そう、青も充実した生活を送ってそうです。青、でも最後に会ったのもう夏だな。夏に会った、8月か、いや9月かな、に会ったかな。またタイミングが合うときに会いたいですね。しかもなんかもうその日に今東京来てて暇なんだけど、ちなみにその前にサラとヤヒに断られててあれおかしいな、せっかくここにいるのに暇だぞってなって青に LINE して、で青も学校帰りとかに来てくれて、どこに行くとかも、そうそう振られました。あ、ちゃんとね予定があってそれでどこに行くとかも決めずに青に LINE したの、ルノアールで。私ルノアールで、ルノアールが大好きになったんですけどルノアール、え、ルノアール行ってない、最近ルノアール行きたい、ルノアールのプリン食べなきゃ、あとミルクレープで、なんかそう行く場所も決めてないくって、どっか歩いてお店探そうって言ってたけど暑くって、一番最初に目に留まったサイゼに入りましただからサイゼで会いました、青に。もうほんと久しぶりに、卒業公演以降全然、さすがに新潟にもあるサイゼで、高校生かね、わかるそうルノアールで会って、でもルノアールでずっと喋ってた、近況報告を し合って、はい、まあ逆にサイゼ一人で行かないので、なんか高校生とかがたくさんいる中で一人はちょっときちいんで、さすがにちょっと一人で行けないので、サイゼ好きだから。でもサイゼ好きだけど、サイゼって友達がいるから入れる場所っていう感覚が私はしてて、昔はメンバーとよく行ってた場所っていう感じですかね、はいしんみり、はい。でもそうね、なんかやっぱ小学校の時の人とかの噂とかたまに聞くけど、ああみんな、ああそんなこともしてるのかみたいな、あんなこともこんなこともみたいな、すごい皆さんねそれぞれ頑張ってらっしゃるみたいなので、まあそんな知らないけどルノアールは東京と神奈川、あそうなんだ、新潟にもルノアール作ってほしいな、ルノアールのミルクレープとプリンが美味しいんですよ。そう
でも新潟にいてもそんなになんか あんまりチェーン店に一人で行かないかも。私王将に行ったことが人生で一回とかしかなくって、しかも東京の王将、TDC でのコンサートの日、コンサートの次の日とかかな。なんか AKB グループのその各グループの単独コンサートをやる日と、あとリクアワとみたいな感じで、結構何日か間にわたって48グループが TDC でコンサートをやる時が結構もう3年くらい前にあって、その時に初めて NGT の選抜に入れて、私もコンサート、そのコンサートがその16人だったんですよ。 NGT は16人だけ出るやつですって後で発表されて、合宿で16人選びましたみたいな感じで、もうめっちゃ怖かった。もう本当にトラウマレベルに怖かった。もう本当に合宿って言葉聞いただけで怖いよね。なんだけど、なんかそれの時に一緒に行った同期となぜか王将に行きましたなんか入ったことなかったけどめっちゃいいところだなって思った。そう、同期と言って同期同期ゆうこ、私が今言ったんじゃない、コメント読みましたいや笑ってくれる人がみんな、みんながみんなそうじゃないからね。私は笑っちゃうタイプの人ですけど でも新潟にも王将はあるじゃないですか。でもなんか行こうってあんまりならなくて、でなんか未だに、そうですね、行ったことないチェーン店も結構ある気がする。チェーン店だとやっぱり入らないじゃないですか。新潟でまず家族とご飯にあんまり行かないので。あ、でも今日ママ休みだったんですよ。お母さん休みで、で一日一緒に行ったんですけど、あの今日は私が誘ってかっぱ寿司に行きました。あの毎度毎度言ってるんですけど、回転寿司が大好きなんですよ。まあもう回ってはないんですけど、回転寿司大好きなんですよ。で今日はお母さんを誘ってかっぱ寿司に行きました。はい、なんかかっぱ寿司のあの3貫で500何円とかするちょっと高級枠みたいな、あれをずっと食べてたいと思いました。あれは美味しいです、とっても。なんかトロとトロサーモンとな何かとりあえずその3貫のやつがめっちゃ美味しかった。あとお気に入りは卵黄ネギトロみたいな。私は卵も大好きで卵黄大好きなので、そう
卵系好きなんですよ。卵かけご飯とか大好きなんですよ。そうなんです。なので卵黄軍艦美味しかったです。あとお寿司はサーモンが好きなのであの回らないお寿司にはサーモンあんまりないんですよね。でも回るお寿司屋さんにはサーモンの種類が豊富で、はい、サーモンが好きなので。そうなんですよ。でもなんか思ったのは、そのお寿司を噛みたいと思った。そう、なんかお寿司を一口で食べるんじゃなくて、私二口で食べたいと思ってしまった。なんかその口が小さいぶりっ子アピールしてるわけでは全然なくって、もう本当に普通にそのお寿司って絶対半分でアムって食べた方が絶対美味しいの。なんかでもなんか絶対うまく食べれないから一口で食べるんだけど、でもそう、なんか一口で食べたら、そう、なんだろうな、なんか口の中で味が完結するじゃないですか。え、多分何、なんか私歯にも味覚があると思ってて、そう、歯にも味覚があると思うよ。だからなんです。絶対二口で食べた方が良い絶対食べた方がいいよ、二口で。え、なんかおすすめ、なんだろうな、はい、魚ご飯みたいな、シャリネタ、これをちゃんと一口でだとなんか あ終わったってなるから。伝われー、伝われーこれはちょっとね、伝わらないかもしれないですけど、本当にあの、あとでもお醤油の味の違いをあんまり感じれないんですよね。お醤油選べるんですよ、特選、だし、減塩と。あんまわかんないいや、味わったらわかんのかもしれないけど。あとかっぱ寿司のかっぱ巻きがめっちゃ美味しくって、お母さんと2人でシェアして食べたんですけど、なんかきゅうりが美味しかった。あと海苔とご飯と、え、なんかかっぱ巻き美味しいって思った。やっぱかっぱ寿司さんだから、かっぱ巻きもう本当にこう込めているものがあるんですかね。え、美味しいんですよ。まあ、普段そんなにかっぱ巻きを注文しないからかもしれないですけど、かっぱ巻き美味しかったです。そうなんです。でもなんか隣の席の人が女の子4人組とかで、斜め左側の席にも女の子2人組がやってきたりとか、なんか若い子たちが集っていて、ああ、若いなあって思いました。デザートだと私はスシローさんのあのなんだっけ、カッタラタッ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 
ったみたいなのが美味しいんですよ。この前この前ね、埼玉スーパーアリーナでフェスに出させていただいた時があって、帰り大宮から帰ったんですよ。ででも大宮でなんかメンバーがみんなでなんかさ、ご飯食べたくないみたいななって、でなんかちょっとさ時間もやばいからけどちょっと急いでご飯食べようよみたいな、ささっと入ってみんなでご飯食べてパパッと帰ろうぜみたいななって、ででもなんかちょうどいいお店がなくって、で結局大宮のスシローに行きましたそれで大宮のスシローに行ってみんなでお寿司を、スシローを堪能して帰りましたそう、それでそう、なんだっけ、そのカスタードなんたったったビュレが美味しかった。そう、知ってる？私あれ大好きなんですよ、大好きなんですよ、あれおすすめマジで。え、好きな人は好きだと思う。なんかプリンとアイスがガッチャンコしたみたいで美味しいです。あ、カタラーナアイスブリュレ、あ、それかも、あれめっちゃ美味しいの。しかもブリュレだからちょっとパリってしててめっちゃ美味しい、本当に美味しい、あれが大好き。そう、なんかプリン、好みのプリンもあって、いやプリンは基本好きなんだけど、でも私は結構ちゃんとぎっしりぎゅっ濃厚系が好きで、固め、緩め、滑らかめとかはというよりかはぎゅっと濃厚系が好きなんですよ。なのでまあもう濃厚というかもうプリンというかプリンアイスみたいな感じだから、まあ何もなんか水気はないじゃないですか、だからかは分かんないですけど、すごい美味しいなって、大好きなんです。そうなんです。うん、あとは最近くら寿司に行ってないけど、学生の時は一番くら寿司に行ってました。同じ友達だけどくら寿司によく一緒に行く友達が一人いて、その子と一緒にくら寿司に行ってました。くら寿司はミルクレープがあるんです。私ミルクレープ大好きなんですけどミルクレープ食べてました。ビクラポンしてましたビクラポン、でもビクラポンなんか外れ多くない？最近そんなことない。くら寿司はそう、友達いるのか。うーん、でもその子とも今連絡取ってないな。 LINE はあるけど連絡取ってない。なんかこれ朝も話したっけ、そう、なんか友達が減る一方っていうのがなんか自分に問題があるというよりかはやっぱりそのさ、私のこのお仕事の立場上さ、警戒心
を私は強くしてないと、なんか結構あれで、友達にこう流されて一緒になんか良くない誘いとか来たら嫌じゃん。だからなんか結構あれって思ったら自分でシャッターを下ろしがちで、シャットダウンみたいな。でまあなんかその学校に通ってた時からうすうすは感じてたんだけど、まあ、仲良くはしてくれるし、なんか悪い遊びとかに私を誘ったりはしないけど、その子自体は若干素行不良みたいなそうところがあったから、まあ高校を卒業したら普通に高校に行かないので会わないというか、なのでプライベートでも別に無理して会わないからっていう感じで連絡は取らなくなりました。まあそういう子はさいるじゃん。まあでもなんか、いやはるかもみたいな感じで誘われたらすごいめっちゃ悪い子だなって思うけど、なんだろう、なんかまあその上積みでのなんとなくあーやっほーみたいなくらいの友達くらいの関係だったらね、それ以上ちょっと仲良くなるとなんか危ないかなって思って、はいちょっと一緒に遊びに行く友達とかはやっぱりすごい信頼してる友達とかじゃないと一緒に遊びに行くまではいかないかなと、やんわり断られるかもしれないですね。ちょっと忙しくて予定が合わないなみたいなまああるよねそういうのも大事だよね。友達も見て、友達見てないよ。ショールームってさ、若い子見ないんじゃない？ね、私ショールーム好きなんだけど、でもショールーム発信力はそんなになんかないのかな。めっちゃショールームさんに失礼なんですけど、まあなんか若い子はみんなインスタライブとか TikTok ライブとかしてるんじゃないですか。こう最近の話題の若手俳優、若手女優さんとかはさ、こう TikTok ライブ、インスタライブとかしてさ、わかる？あの TikTok とかにあのジーニーの曲でさ、こうまとめられるの、ファンの子に。あれ若いなってすごい思う。知ってる？ TikTok のなんかジーニーの曲を使ってさ、その推しのライブをこうまとめたりする。テレテテテテレテテテテ、いい。でもちょっと憧れますね。おじなので知らないっすいいんだよ知らなくて。しかもそんなにおじじゃないじゃん。しかもそんなにおじじゃないじゃんって何すいません、あの私どこまでも気を使えな、なんて言うんだろう、そのすごいね、いや正直なんですよ。そのあでも逆に私お世辞とかも言えないから、私から出てきた言葉は本物なんだなって、そうそうそう思ってください本当に。そう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 、嘘とかお世辞とか言わないから大丈夫だよ。そうだし別にあのどんあのなんだろうな、あの別にだって誰しもさおじさんになるわけだし、もっと言えばおじいちゃんに誰もがなるんだよ。だから
その道をみんなこう辿ってる。でその時にまあこうおじさんだったとしたらおじさんっていうところに今いるだけであって、それがなんだっていう話じゃないですか。だからあのまあなんだろうな、こうおじさんをこうなんか自分のこう何自虐みたいにしなくて全然いいと思ってるっていうのを踏まえて言ってる。そう、そう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 。そうだから本当そうなの。なんか年齢いじりとかも私は別になんか何の気にすることもないのに、ってかご本人が一番気にしなくていいのってすごい思うよ。マリナさん28歳おめでとうございます。笑ってないよ。違うって。そうそう本当に大好きです。ということでね、てか私もその27歳なんですよ。そうだから一個上、ちょっともう喋るのやめますね。喋るのやめまして、一回ちょっとすいません。大丈夫、よし。え、違う、なんか私あれじゃん、普段からにこやかに喋るタイプだからさ、そういうタイプの女じゃん。だからあのそういうことだよ。わかるわかる。みんなで急にそんな責めないでくださいよ。はい、何の話してたんだっけ。もっと違う話してたって。あ、そう、ショールームね。そうそうそう。でもショールームこうアイドルのファンの方やっぱ多いよね、48グループ、坂道さんの方とかファンの方とか。だからあのアイドルをこう発掘してくださる。あ、そう、私さ朝のさ配信後にエゴサしてたんですけど、なんか多分 STU さんのファンの方で私のことを見つけてくださって、ちょっと知ってる感じでいてくださる方のファンの方の X が流れてきて、でその方のリプに
またその STU さんのファンの方がこの子かわいいよねってリップしてて、二人で話してて、さっきの配信ラスト1分見たけど可愛かったみたいなこと言ってくれてて、それに対してそのリップした人がはこの前あの NST 祭りの時かな、 STU さん来てくださってて配信してたので、それを見てめっちゃ可愛い子いるやんって見てましたみたいな話を2人で会話をしてて、それの私見つけたの4分後で、最後の会話4分とか13分とか書いてある時、私エゴサめっちゃするからすぐ気づくんですけど、いいねをさせていただいたんですけど、でもどう、正直さ、なんか引く、こんなにエゴサ早いんやって、こんないいねくんだみたいな、引くどうですか。私はでもちょっと迷ったけど、見ました、嬉しいですっていう気持ちを込めていいねをしたんですよ。なんかたまにその1分とか自分の名前で検索して1分とかで、でも今して今いいねしたらなんか早っってなるかなと思って、ちょっと置いたりする時ある。なんかねびっくりするけど嬉しい。本当ですか。でもその方のやつを後で 見直したら多分私がいいねしてることそんな気づいてないかもしれない。いいね来た的なことはポストしてなかったので、悲しい。いやでも見つけてくださる方が いること、見つけてくださる方を見つけたことにとても感動してました。でも最近本当にエゴサをちょこまかちょこまかしてるので、この前も公園に来てくださった方がこれが良かったって具体的に言ってもらえると、あそこ実は意識してたんですよねってなったりとかするので、あんまりねなんかやんわり私のことを知ってるけど最近見たらもっとなんかよくってハマるかもですみたいなこと言ってくれてる方がいると、どこがとは思いつつ嬉しいなって思います。ありがとうございます。最近になってハルルの魅力にハマりつつあります。うんうん、いいことだ。始めるのに遅いことはないんでね。結構まっすぐなんだね。逆にめっちゃなんかひねくれてると思われてた。切り抜きから来ました。小声、確かにそれめっちゃ小声で言った方がいいよ。めっちゃ小声でね。ありがとう。
でも実際そういうのもあるよね。なんかそれが結構再生回数回ってみたいなあるから。ハルルンしか見えない。それはもう最高。またおしゃべり会行こうかな。ぜひ。フラインは友達感覚で話してくれて楽しかったです。こちらこそだよ。話しやすいって言って。なんかね、数年ぶりに来てくれた人にね、数年前来た時はなんか会話がカオスだったんだけど、なんか大きくなったんだね、ちゃんと会話できるようになったんだねみたいな言われて、あーそういう時期もあったよねって話してました。そういう時期が確かにあったんですよ。そうそうそう。でもね、数年ぶりに久しぶりに行こうかってなってくれたことがすごい嬉しいですし、そうなんですよ。人参は大丈夫ですとか TIFF2020 で言ってた。嘘、私3年前ですか。2022年人参は大丈夫ですって言ってたの。どういうこと、怖っ。でもなんか確かにふとした時に人参、なんか小さい時から人参が大好物だったらしいんですよ。母の話を聞く言うと、なんか人参娘だったらしいんですね。もう人参が大好きだったみたいで、なんかその名残かなって。今もなんか人参ってふとした時に思いついちゃう。なんか人参が健康的な食べ物だと思ってる。オフラインの時に隣のレーンに並んでたら、はるちゃんがはるるんが手を振ってくれてときめきました。嬉しい。多分私の方が、すいません、こういう子なんですと中井理香さんがフォローしてた。あ、その説はすぎる。まあどの説もなんですけど。目乾いてきた。いやなんかね、ちょっとそういう時期あったんだよね。わかるわかる。なんか思い出してきたかも。あのなんかスタジオみたいなところでやった時かな、 TIFF。 そうだよね、多分コロナ禍だったのかな。しゃべぴの時かな、そんな気がしてきた。自分ではあの時ね、勝手になんかあの今すごい私頑張り時だから、今頑張るぞーみたいな、多分ちょっと空回ってたんだと思います。てて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 てうん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 
そうですね、コロナ禍は結構私の中でもすごい人間としてのあれがなんかこう爆速で変わった時期でありまして、なのでなんか結構大事な、今考えたら大事な時期だったかもしれない。まあその人参の話は置いといてね、15、16歳になるすぐ直前、15歳の時に結構大事な時期でした。人参美味しいよね。でも今はね、さつまいもとかぼちゃ推し、さつまいもとかぼちゃが美味しいと思う。あとマスカット、いちご、マンゴーが好きです。そう、秋の味覚だね。わかる、秋だよね。知らなかった、秋だ、秋なんですよ今。やばいよね、どう思いますか。モンブラン食べたい。あー、モンブランいいね。わかる、私さ冬眠必要だと思うんだよね。私においては人間って冬眠必要じゃないって言うじゃないですか。でも私は必要なの。ちょっと毎年ね無理してる、冬眠が必要なのに冬眠せずに動いてるから、毎年ちょっとそう。だからね、今の時期はねめっちゃ食料を早く溜め込まないといけない時期な。今年こそ冬眠したいんだよね。うん、冬を越すの大変なんだから。冬眠、冬眠、春まで冬眠します。今食べ物集めるから、頑張って食べ物集めて春まで冬眠する。うん、配信はする。じゃあ冬眠の様子をでもずっともうこんな感じだよ、うん、ずっとその状態。布団の中で冬眠する。たまになんかあみたいな、あどうもみたいな、こう若干目がうすら目覚めてカメラに向かってあどうも、そのくらいはあるかもしれないです。確かにショールーム寝たらきっとバーンされるから、事前申告しないと。 NGT の大声は冬眠配信をするので、あのするってことで事前申請しとかないと。いいなぁ、はるかも冬眠しよう、マジで。だって森の動物たちは冬眠するんだから。
冬眠する。うん、こんな感じですかね。急に今日はアンニュイです。アンニュイ、うん、じゃあアンニュイっていうことで、皆さん今日も見てくださってありがとうございます。そう、病み上がりなので、病み上がりなのでね、皆さんあの、まあでも私にみんなが優しくしたらちょっとねえ、私の引き出し、良さ引き出せないつうところもあるよね。 なんかちょっとまともに喋れないんですけど、いじってください。じゃあ13位の方からお呼びします。13位、ウエストライフさん。12位コウさん。11位ミニさん。10位イカッチさん。9位ストーンさん。8位トシヤさん。7位フッチャンさん。6位オショウさん。5位カンクロウさん。4位ユララさん。3位テッチャンさん。2位ヒヨポンさん。1位近藤和弘さんです。ありがとうございます。はい、ということで、皆さん今日もありがとうございました。そうですね、本当わかんないですけど、あの皆さんありがとうございます。じゃあまあ病み上がったということなので、本当全然ね、もうめっちゃ元気なんですよ。今日も話し合いってしてくれてありがとうございます。じゃあまたまたね。みんなもあったかくしてください。どうか風邪ひかないように、私みたいに。じゃあバイバーイ。